皆さんこんにちは。今回はルースインペディメントの処置についてご紹介します。ルースインペディメントとは、このように落ち葉や枝、そして小石などがプレーの妨げになっている場合に無罰でそれを取り除くことができるというルールです。このようにボールの邪魔になっているので葉っぱをどかします。このどかした時にボールがこのように動いてしまうと、ワンペナルティが加算されますので、その場合はペナルティを申告していただいて、元の位置に戻してプレーを行ってください。このルースインペディメントの処置ができるのは、ラフやそしてフェアウェイなどのスルーザグリーンの中に限られています。バンカーなどのハザードではこのルールは適用できませんので、ご注意ください。ルールを守ってみんなでゴルフを楽しみましょう。